はい、皆さんこんにちは、渡りぐるぐじです。今回はギレンの野望中の独立戦争機ジオン軍編、難易度のハード続きをプレイしていきたいと思います。前回はオデッサ作戦を発動してきた連邦軍を迎え撃ってレベル将軍をはじめとする大部隊を撃破しました。今回はその続きになります。ハワイの攻略に続いて今回はオーストラリアトリントン基地ですね、こちらを攻略していきましょう。では早速時間を進めていきましょう。トリントン基地攻略に向かわせた部隊はハワイ攻略部隊と同じなんですけども、戦力がですね、少し連続した戦いの中で落ちてきてしまっている状況はあると思いますので、ハワイよりも苦戦する可能性はありそうですね。そして敵がルナ2から衛星軌道上に入ってきてますが、防衛部隊を置いてませんので、ここはもう陥落ですね。まあ、ソロモンに部隊は集結させてありますので、特に問題はないかなと思います。はい、ではトリントン基地攻略作戦始めていきまーす。まず赤い彗星、まあ、ガルマの部隊にシャアがいますからね。この辺りはしっかり使っていきましょう。あと電撃、奇襲も入れていきましょうか。強撃も入れちゃおうかな。さあ、これで有利な状況を作って突入戦を仕掛けていきます。攻略戦を開始します。衛星軌道上ではね、連邦軍のルナ2から発進した部隊に占拠されてしまいましたので、ここでねやり返していきます。かなり敵部隊も多いな。ガンダムタイプもちょっといそうに見えますが、まあ、それでもまだ中心は、戦車なんかが中心ですかね。こちらが義連総帥の部隊になります。グフ中心に配備してありますかね。そしてマップ右側、こちらがですね、ガルマの部隊とワニングの部隊というところで、シャアもここにいるという状況です。なので、まあ、シャアを中心にですね、部隊を一気に前進させていきましょう。さらにズゴック、ゴング、まあ、いわゆる水陸両用タイプですね、これも多数用意してますので、これらもうまくね使っていければ、より戦いが有利に進むかなというふうに期待をしています。では部隊展開するところから始めていきます。では一通り部隊の展開が終わりました。マップの左上から入っているギレンの部隊ですね、ここはちょっと数が少ないので守りを固めます。敵を引きつけることができればなお良しですね。そしてガルマの部隊、シャアの部隊は、早速上陸を開始して基地中心部へと攻め込んでいきます。まあ、この作戦うまく機能してくれればね、敵の数かなり多いんですが、なんとかなるかなと思います。ではゆっくり時間を進めていきましょう。敵の出方ですね、向かってくるのか守りを固めるのか。敵の部隊137という数は相当ですからね、多いですよね。さて敵も部隊を展開してきているように見えます。なので、まあ、敵に合わせて動くというよりかは、こちらはまず守りをしっかり固めるというところをね、徹底していきましょう。では交戦状態に入っていきます。これはガルマですね。ガルマは専用のザクに乗ってます。ここはサイクロプス隊、ガルシアはドックに乗ってますけど、そろそろちょっと乗り換えてもいいかもしれませんね。笑わせる。サイクロプスに挑んでくるとはな。シュタイナー隊はゴク、敵潜水艦を撃沈です。にやられるほど潜水艦の数、まあ、敵味方多いですけども、水陸両用タイプのモビルスーツの数っていう意味では、こちらの方にね、だいぶ数的有利がありますね。ウッディ隊がいた。ウッディ隊を撃破。マチルダさんもいましたよね、今ね。
連邦の白いやつ、まあ、いわゆるガンダムですね。これを捕捉してます。なんとか倒したいんですが、倒せましたね。作戦完了。水中での戦闘であれば、ゴッグ赤いズゴックも投入してますので、有利に戦えました。さあ、では、ギレンの部隊の方もですね、敵と交戦状態に、まあ、入らざるを得ない状況になりましたね。もうここからは、攻めに転じましょう。まあ、ただしですね、絶対にやられちゃいけないのが、ギレン総帥なので、ギレン総帥はいつでも逃げられるような体制だけはね、しっかり維持しておきたいかなと思います。トリントン基地の、攻略作戦ですね。これは続けているんですけども、政治状況があまり良くなくてですね、反戦活動がかなり活発化してきてます。まあなんとかこれ抑え込もうとしてるんですけども、難易度がハードになればなるほど、ここの、抑え込みが加速度的に難しくなっているという状況もあってですね、苦戦しているという状況ですね。なんとかトリントン基地早く落として、反戦活動の抑え込みに注力をしていきたいなというふうに思います。そのトリントン基地の攻略戦ですね、2ターン目に入ってます。まあ、今のところ比較的順調にことは運んでいます。もともと倍近い戦力あって、連邦なんですけども、もう数的にはほぼ互角というところまで持ってきてます。で、兵器の優位性で言うと、我々の方が有利な状況なので、こっからはね、より攻略が楽になっていくんじゃないかなと期待をしています。では、トリントン基地攻略戦の第2ターン目ですね。進めていきましょう。まあ、懸念点があるとすれば、エネルギーがちょっと枯渇してきているかなというのがあるので、まあ、このあたりはですね、まあ、しっかりと、補給を入れながらですね、叩いていければいいのかなというところですね。さあ、だいぶ敵を基地中心部へと追い込み始めています。が、先ほどお話した通り、味方のエネルギーが不足してきているので、進撃のスピードは、少し落ちてきているので、一度足並みを揃えるという意味でも、エネルギーの回復を、潜水艦やガウに戻って行いつつ、第2波攻撃という形で仕掛けていきたいと思っています。損害はかなり軽微ですね。この規模の作戦、この規模の敵戦力の割にはだいぶ軽微に進められてきていると思うので、まあこれをね、続けていければ、この後の地球上の戦いは、だいぶ有利に進められるかなと期待できますね。まあ唯一懸念点が先ほどご紹介した反戦活動の激化。これが一番頭が痛いところかなと思います。だいぶ上陸も進んできましたね。
街中心部もこじ開けましたね。残ってる敵の、防衛部隊はね、もうほとんど残っていないと。微力という状態なので、このまま、このターンでなんとかね、決着をつけたいですよね。では、制圧していきまーす。これで、残っている敵を倒しきれば、この、トリントン基地が我々のものになるという状況になります。これで全敵戦力排除しました。敵部隊勤務。心配なのが反戦活動による停戦、これが起きないかどうかだけちょっと心配ですけどね。暴動が発生か。いやー、なかなか厳しいな。オデッサで第10軍団が足止め、これは第10なんでマクベの部隊ですかね。はい、では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、残っている連邦の地球の拠点がベルファスト、あとはジャブローになりますので、これらの攻略準備と、あと連邦の宇宙の反攻作戦が始まると思いますので、それへの対策、練っていきたいというふうに思います。